ホレイショシーモア。ホレイショシーモア。1810年5月31日から1886年2月12日はアメリカ合衆国の政治家である。1853年から1854年と1863年から1864年にニューヨーク州知事を務めた。1868年アメリカ合衆国大統領選挙の時に民主党から 大統領候補に指名されたが、共和党候補のユリシーズ・グラントに敗れた。ニューヨーク州、オノンダガ軍ポンペイヒルで生まれる。父親のヘンリー・シーモアは、商人、政治家であった。母親のメアリー・レッドヤード・フォアマンは、ジョナサン・フォアマン将軍とメアリー・レイヤード夫妻の、娘であった。10歳の時にシーモアは、家族と共に、ユーティカに転居し、そこで、 多くの地元の学校に通った。その中には、ジェニーバカレッジ、あとのホバート大学も含まれる。1824年の秋にノーウィッチ大学に入学、1827年にユーティカに戻る。シーモアは、グリーンブロンソンとサミュエル・ビアズリーの事務所で法律を学び、1832年には法廷弁護士として認められたが、弁護士業よりも主として、 政治や家業に没頭した。彼は1835年にメアリー・ブリーカーと結婚した。1833年、民主党から選出されたウィリアム・マーシー知事がシーモアを軍事補佐官に任命する。シーモアは同職を六年間務め、州の政界で様々なことを学び、二人の友人との固い友情を築いた。1839年にユーティカに戻り、 2年前に自殺した父親の後を継いで家族の財産を管理した。1841年にニューヨーク州議会議員に選出され、1842年から1843年はユーティカ市長を務めた。1842年に再選され、1844年から1846年にはニューヨーク州議会議員となり、1845年には議長を務めた。 1840年代後半、ニューヨーク州民主党は、ハンカーズとバーンバーナーズの2杯に分裂し、シーモアは合衆国上院議員ダニエル・ S ・ディキンソンと、元州知事、ウィリアム・マーシーが率いるより保守のハンカー派と、特定される者たちの中に入った。この分裂のために1848年の選挙では、悲惨な結果となった後で、ルイスカスを支持するハンター派と元大統領、 マーティン・バン・ビューレンを死するバーン・バーナーズ派との間の分裂で、シーモアは、ハンカーズ派内のマーシー派、いわゆる、恩恵ハンカーズと目され、バーン・バーナーズ派と統合して、州内の民主党支配を取り戻そうとの存在。1850年、再統合された民主党から知事選候補として立ったが、保育党候補者ワシントン・ハントに、僅差で敗れた。1852年、 アメリカが衆国大統領選挙でシーモアとオンケンハンカーズはその指導であるマーシーを大統領候補に担ごうとしたがマーシーが戦に漏れた時熱狂的にフランクリン・ピアース候補を支持したその年はオンケンハンカーズにとって良い年となりシーモアは再び統一された民主党から知事選に出馬して今度は僅差で半島を破った一方ピアースは大統領選で 圧倒的な勝利を獲得し、マーシーを国務長官に指名した。シーモアは1853年から1854年にニューヨーク州知事を務めた。その任期中にニューヨーク州民主党は再び派閥争いに陥り、ピアース大統領が利益誘導権限を使ったことで強硬派と疎遠になり、強硬派は1854年の知事選ではシーモアに対抗する候補者を立てた。 さらに、不人気なカンザスネブラスカ法をピアースが成立させ、それに、国務長官としてのマーシーと、その同調者であるシーモアが関わっていたので、選挙に勝つことは難しくなった。シーモアが強い反対者であった、禁止問題を通じて、党内の分裂と不人気なカンザスネブラスカ法の双方から気を逸らさせようと期待した。シーモアは、 議会が成立させた禁止法案に拒否権を使い、反禁止法の立場を取る保育党からの指示を引き受けて、再選されようと望んだ。さらに民主党の対抗馬である世紀の保育党候補者マイロン・シー・クラークとノーナッシング党のダニエル・アルマンとの間の分裂は、民主党の統一を向いている強硬派候補者、ブロンソン・グリーンよりもより危険に見えた。しかし最終的に、 反民主党の流れが強く、四つともへの戦いの中で、投票総数の三分の一の票しか得られなかった空空が三百九票差でシーモアを破った。シーモアはその知事職を務めた後の数年間、詩人としての生活に戻ったが、ニューヨーク州民主党の最も著名な指導者の一人としての立場は続けた。年には民主党全国大会の大議員となり、 1856年も1860年も大統領選挙でスティーブン・ダグラス候補を支持した。南北戦争が始まった時、党内では慎重な中道の立場を取り、戦争遂行を支持したが、共和党のエイブラハム・リンカーン大統領による戦争遂行は批判した。シーモアは、リンカーンの戦時権力集中と市民の自由の制限、さらには、 奴隷解放政策を特に批判した。1862年、共和党の戦争遂行努力が手詰まりに落ち込んでいる。中で、シーモアは再び選挙に打って出て、共和党候補者、ジェームズ・ワズワースを破って、州知事に当選した。1863年から1864年、北軍では、最大の州の知事として、大統領に対抗する。 最も著名な民主党員となった。リンカーンが1863年に制度化した徴兵制に反対した。しかし、徴兵制が最終的に制度化されると、1863年7月の悪名高いニューヨーク徴兵暴動につながった。暴動の間のシーモアの政策は、暴動参加者たちをなだめようとしていると見られ、共和党からは対抗する手段に使われた。 共和党はシーモアを反逆罪と南軍支持者として告発した。このことで再選を求めた1864年の知事選では共闘のリューベン・フェントンに僅差で敗れた。それでもシーモアは民主党内で力を持ち重要な年配の人物であり続けた。1864年の民主党全国大会では高級的な議長を務めた。南北戦争が終わると 他の北部民主党員と同様に、アンドリュー・ジョンソン大統領のレコンストラクション政策に同調し、解放奴隷に市民権や賛成権を保障することを強調する、急進派レコンストラクションに強く反対した。1868年、シーモアは再び民主党全国大会の議長を務めた。何人かの候補者がいて、集会は21回の投票を行っても行き詰まって、 いたが、二十二回目の投票で、妥協の候補者としてシーモアが、満場一致で入れた。その後の選挙運動で、シーモアと民主党は、保守的な政策、小さな政府を訴え、議会における、共和党のレコンストラクション政策に反対を唱えた。ユリシーズ・グラントを候補に指名した、共和党は初めて、血のりのついたシャツを振る選挙運動を行い、 シーモアと民主党を反逆罪で告発した。シーモアは一般選挙でグラントに肉迫したが、選挙人選挙では214票対80票という大差で敗れた。アービング・ストーンは敗北した大統領候補に関する著書、彼らも出馬したの中で、ホレイショ・シーモアがいかがにアメリカの偉大な政治家の一人だったかを語った。ストーンはシーモアが最も遠くを見ることができ。 創造的なアメリカ大統領になったであろうとした。また、シーモアの温和な性格で戦争の傷をまとめ、その苦しさを拭き取るためにこの国で最も論理的な人物になっていただろうと考えた。大統領選挙後、シーモアは政治への関与を続けたが、活動的な政治家としてよりも年長の政治家として出会った。ニューヨーク州民主党員新世代、特に サミュエル・ティルデンの被護者だった。州民主党の集会は1876年の選挙で再度シーモアを州知事候補者に押したが、シーモアが辞退した。シーモアは1886年に死去し、妻のメアリー・ブリーカー・シーモアと共にユーティカ市のフォレストヒル墓地に埋葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。